よし、ちょっとスイッチでもやるか。あんた今日宿題いっぱいあるんでしょ？ちゃんとやったの？え？あ、宿題？あ、もうちょっとしたらやるよ。またまた。本当にちゃんとやりなさいよ、あんた。よし、勝った。オッケー。ねえ、ちょっとあと宿題やったの？分かってる。もうちょっとしたらやるから、もう絶対やるから。早くやりなさい、本当にもう。ねえ、もう結局夜じゃない。ねえ、結局夜よ、もう。やるって、もうちょっとしたらやる。あんたいつも結局そうよね。もういつも結局やるやる言ってやんないんだから。うわ、もうそんな時間か。うわ、めんどくせえ。もう本当にもう知らない。お母さん知らない、もう。あ、はい、分かってる分かってる。やります、もうやります。親に何度も注意される。はい、ということで、前回の授業で言ってた宿題なんですけど、後ろから前に集めてください。うわ、やべ、宿題やんの完全に忘れてた。あ、先生。はい、田中どうした？あ、ごめんなさい、宿題ちょっとやってくるの忘れちゃいました。忘れた？あ、忘れたか。じゃあ、持ってきてる今日宿題？あ、それはあります。はい。あ、持ってきてる？あ、そしたらじゃあ、今日提出で、うん、終わるまで、うん、帰らないで。あ、出た出た、このパターン出た。うわ、今宿題今日持ってきてるって言わなきゃよかったな。放課後でも、うん、やっちゃって、とりあえず持ってきて。え、ちょっと居残り、え、ちょっと今日は家でやりたいことあったんだけどな。マジか、居残りか。提出するまで居残りさせられる。オッケーね。じゃあちょっとここの問題難しいけどすごい大事だから、みんな絶対やって、ちゃんと。うわ、めんどくせえな、結構難しい問題じゃん。いいや、もう答え移そう。答え移して全部丸付けしよう。あ、よし、テスト頑張ろう。はい、ということでね、小テストを配っていきます。よし、よし。うわ、待って、この問題ってあん時のあの宿題と全く同じじゃん。うわ、ミスった。うわ、ちゃんとやっとけばよかった。ちゃんとやっとけば絶対これ分かった。うわ、しかもこれ1問だから多分これ5点とか、相当これビッグな問題よ。うわ、もうちゃんとやっとけばよかった、マジで。うわ、最悪だわ。テストの結果に響く。はい、そしたら問1のカッコ1カッコ2カッコ3をちょっと誰かにやってもらいましょう。やべ、宿題やってくるの忘れた。じゃあ1番山中、2番佐々木。うわ、俺かよ、マジか。頼む、マジで当たるな、当たるな、絶対俺に当たるな。じゃあ3番、じゃあ、田中。うわ、マジかよ、俺当てられちゃったじゃん。うわ、もうどうしよう、最悪。はい、じゃあ前に出てね、みんなやってください。はい、どうぞ。あ、ちょっと先生。え、どうした？ごめんなさい、宿題ちょっとやってくるの忘れました。お前さ、もうこの前も忘れてたよな。はい、すいません、すいません。はい、すいません。田中、また宿題忘れたの？もう忘れすぎじゃね、マジで。忘れちゃってさ、ちょっと。田中っていつも宿題やってないよね。うわ、恥ずかしい。うわ、ちゃんとやってくればよかった。うわ、いや、もう田中はもう全然宿題やってこないやつみたいな印象をつけられたらもう最悪だな。何かしら恥ずかしい思いをする。うわ、待って、宿題やってくるの忘れた。だけど確か授業5時間目だから、まあ、昼休みにやればワンチャン間に合うな。うわ、もう今日高橋たちとサッカーやりたかったのに、マジか。うわ、やるしかないな。でもよし、やるか。うわ、結構量多いな。全部答え移そう。おい、田中、田中、サッカーやろうぜ。あ、高橋ごめん、ちょっとさ、俺宿題やんなきゃいけなくて。え、なんで？サッカー一緒にやろうって言ってたじゃん。いや、ごめん、そうなんだけど、ちょっとやるの忘れててさ。まあいいや、じゃあみんなでやってるわ。いや、マジで俺もやりたかったけど、ほんとごめん。うわ、もう最悪だ、マジで。もうちゃんと宿題やってたら今頃みんなとサッカーやってたのにな。